ああねー、なんか倉橋さん嬉しそうだな。倉橋さん嬉しそうだな。イベントやりましょう。勝手に名前書くよ。イベントやろう。やるよ。キャラいいや、いいや、何やりますかって話すからですよ。
今日はいやそれはね楽しみですよ。ユリッチ組手に今 2票入ってますから。あ、なるほど。全人類ののけもの道。あ、獣道さえその他もいいよ。獣道メンバーが4人いるんだよね。いや、あー、いや小物道ね、小物道、ね、こどうしようかな。あの悠々何ありますか。本当あの案をいただければ。ユリッチ組手、このままだとユリッチ組手になってしまいますが、いいんでしょうか。まさかとタマちゃんの対戦会を。おお。どうします、キャラはどうします。ユリッチ3キャラぐらい使いますけど、チュンリー、フェイロン、バイソン、どれも、うん、ユリッチがかぶせるでいい、いいでしょう。じゃあ、ま、毎試合変えるんじゃなくって負けたらかぶせる。ああ、じゃあそれでいきましょう。じゃあユリッチ組手ということで、ユリッチ誰から行くかですね。でユリッチが全員殺すまで終わらないってやつね、うん、なのでユリッチはキャラ変更自由。ではユリッチさん、ユリッチさん、ワンピー、ツーピー、好きな方に座ってください。今日は、あ、皆さん聞いてください。いや今日はそのいや、たまにしか来てくれない人をフィーチャーしたい、僕的には。では、皆さん、メインキャラで OK ですかね。で今日は、ユリッチがずっと 2P が固定です。でユリッチが勝つまで同じ人と対戦しますので、本当です。ユリッチキャラ自由です、うん、自由です。
ちょっと目がある。はい、ということで誰からいきましょう。デレロさんいきます。はい、じゃあ始めてください。あ、じゃあもうユリッチは最初から被せでいいですよ。なに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 、カーソル間違ってますよ。はい、というわけでユリッチ組みで始めていきましょう。お、来ましたね、ユリッチチュンリー。なかなか定評がある。さあ、開幕はデレロリュウ VS、はい、ユリッチはチュンリーを選択。はい、さあ、ユリッチチュンリーかなりヘイとかで見せてもやっぱりかなり、みんな結構やられてる印象があるので、ムカつくんすよこれ。ムカつく。あ、うまい。空対空中弦しっかり投げるね。うまい。うまくはねえ。あー、これは死にかく。うまくはねえ。うまくはない。なるほど。うまくはないけど、あのユリッチのチュンリーはちゃんとえぐいことをする。そうですね。さあ、今の多周系は波動読みの多周系だったか。さあ、社会周系いい位置で埋めるが、さあ、次誰が行くかも決めといてくださいね。そうですね。さあ、腕身がないぞ。うまい。あーっと、こういうとこゲームは入らず。おお、今のデレロさんいいっすね。今のはいいっすね。おい、今度は早押し。いいっすね。ここは真空で勝負するのか。あ、いや、しかし、おお、これはいいですね。ドリドリっと当たって、さあ、やべえぞって顔してますね、ユリッチさん。いい顔しております。あー、ユリッチの方にカメラをやるべきだったな。やります。そうだね。はい、じゃあごめんなさい、 1P 側のカメラを動かします。はい、これどの辺置いた方がいいんだろう。さあ、インサンダー入った。これはめくり立つまでガード。これはしっかりガードして、さあ、デレローさんがいい感じの、さあ、これはお、昇竜出た。あ、内から投げられて中で、あ、ビオレー。さあ、ガッツポーズ。ユリッチ嬉しそう。まずは一緒。めっちゃ嬉しそう。誰が行く。坂本さんが行きたがってる。いや、あれ中継でピオルのは運がいいっすね。うん、中足大パンだったら分かるんですけど、分かる。うん、現でピオルは結構レア。さあ、コアコア。さあ、坂本サガットはおそらく中継戦は僕とも結構やってるので。いや、だいぶやってますね。やってますね。さあ、これは今ちょっとギリギリでしたね。そうですね。でもアパカー入れとくべきですね。さあ、これは投げ返し。下がっと高めで暗い投げ返しが、あー、下がく狙い。ヒット確信。さあ、このユリッチの嬉しそうな顔見てください。僕はこれが見たかった。さあ、いい段だ。あ、2段だったとか。はいはい。あっと、中大はね、今度むずいんですよ。ちょっと、うん、ただ全キャラ安定のジャンプ強キックが中盤アパカ。はい、おお、しっかりですね。さすがに慣れすぎですが、この向こう水な飛びもユリッチのいいところの一つ。ユリッチはね、はい、コンボがまずうまいんですよ。ああ、そうですよね。そしてね、あのめくりは真面目に全員1クラスあります。へえ。まあ、KOF がもともとメインだったので、うんうん、なんかコンボが得意みたいな、はいはい、そういうことは言ってましたね。はいはいはい。おっとっと、打ち身がない。さあ、よく打った。うまい。もう行きづらいやつ。うわあ、しかし死なない。ガッとガード、とりあえずパラしてみる。いやー、相打ち。これは壊されてる。坂本サガットやりおる。さあ、うめえ。さあ、ユリッさんがいい顔しております。カメラに超近いです。さあ、キャラは自由ですよ。キャラは自由です。さあ、キャラユリッチ3キャラ使います。そしてね、この間僕がベガでやってたら竜で入ってきて、それがなかなか強かった。へー、おー、ベガあのただのフリップではないんで。さあ、坂本サガットに対してユリッチベガ。そうですね。
お、なんだベガーってびっくりしてますね。さあ大剣入ってミドルが強い。ヘイでやったことがあるみたいな。うーん、ヘイ飛ばすね。おっと、おー、うまい。サガットね、ああいうことしないといけないんですよね。はいはい、サガットの歩き投げ通すとちょっとカチンときません。あ、まあまあまあ確かに投げ前かなり狭いですからね。これでは狭くて遅いし、坂本さんとは。さあいい立ち回りをしている。そうですね。これはライト前出る。おっと、いい。いい。あれです。ラウンド3。ですね。さあこれめり込んで端っこ。これは。さあこれはいい連携で。ああ。あっとやばいぞ。ちゃんと攻撃してますね。さあ確認もちゃんとしている。これがやばい。どうする？はいはいはい、やる。さあ誰が行く？あ、鈴木さんが行ったそうな顔してる。あ、鈴木さん声入れなくていいです。さあユリッチこれで2勝。鈴木ザンギが行く。さあベガに対して行きましたね。まあ、次行くってさっきから言ってましたからね。はいはいはい、どのキャラでももう行く気満々でしたよっていうところですかね。全然でも構わんぐらいの。さあダイエットからの、うわー、おめくりがうまい。うわうめ。あ、しかし珍しい。褒めるとこれ。あ、これはまだあるぞ。あー、あー、これはありそう。お疲れ様でした。あー、そうですね、今のははいナイトメアを食らって貯める。はいはいはい、ここを読んで2段決めてスクリューしたってこと。あー、なるほどね。うわうまっ。テーラリからのスクリュー。うわ、さあめくりガード。なんでしゃがみジャパンなんださあそれはちょっと分かりませんが、うわ怖い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 。さあミドルがバチッと入って、さあいいですね、ミドル3発で超減る。しかし鈴木さんにもここから全然ありそうだが、どうなる？あー、これはもう実践ない。おお、なるほど。もうユニッチ目がいっちゃうかこれ。ありそうですね。さあ、あのダブラリがですね、緑に非常に相性がいいので、はい。これが当たると一気に画面端1回はスクリーン確定。近い近い近い、うまい、空対空。あー、でも相手になりましたね。そうですね。うおー、これはやばいぞ。もう一回いける。あー、これはこれはしょうがない、これはしょうがないですね。さあ鈴木一勝。さあユニッチ何を出す？そうですね、ちょっと見どころですね、次のキャラ。まあ絶対殺すべきですね、これは。まあ来ましたね。これはうわうまい。完全に背中を向いた瞬間を押してますね。あれ相当早めですからね。うわ、ダイエットスクリューが決まって、しかし壊しから様子を見る。いてー、これね、フェイロン何がやばいって、やっぱりこの劣化でこの3ヒート入りながらダウンも取れて画面も押せるっていうこの強さ、これですよ。減るからな、しかも。そうなんですよね、火力も高いんでこのキャラ。はい、とガード、しかし支援で埋める。さっきバックジャンプツーキック見せたんで、はい、なるほど、とりあえず通用やっとこうという話ですね。まあ見せるは大事ですね。さあ中大、あ、コア大入っていてー、劣化誘ってめくりに行く。余計なことした。あー、支援殺しに行った方が良さそうだというやつ。あ、繋がってないが大丈夫。さあ鈴木志望誰が行く？行く？お、お、ヒカイさんが。さあ、あはははは、帰れません。さあ5番手はチカイさん。さあチカイガイルが出てきた。ガイル苦手説。
これは一気に画面端で、いやこれね一回あの拾わないでめくりに行った方がいいですよ。はいはいはい、うん、さあ機械さん今日はですね、はい、倉橋さんとリュウガイルやってて、はいはい、非常に調子が良さそうだったので、さあユリッチ困ってる困ってる、確かに、あい、しかしアントミカ、あ、あったかい、あ、最後中パンじゃなかったですね。はあ、さあこれはさすがに、あ、おおお、あ、お、あー、機械様は当たらない、機械様が今日もスカル、絶対に当たらないと噂のあ、やばいよ、マジで3年ぐらいでしたから、ガードスイール咲くぐらいめくりに行くよね思って、あーこれやばいよ、あポコポコも投げられて、投げ返し、投げ返したこれ結構苦しそう、やばいな、あ、あ、おやばいよやばいよこれやばいっすね。さあしかしイーソニックが入 る, ど う, す る, どうする、振られない、これは熱い、あーやる、あおマジか、カイさんダメじゃん、あはないなえ、あと金子ヒデ2回転、うん、クラウンさんはいない、え、僕フェイロン嫌だよ、僕もフェイロン嫌だ、金子さんどうぞ、まあ、あのいなくなったらやるけど、まあまあまあ確かに、これ意外と早く終わるんじゃないですかさあ金子ガイルなら、まあタイプ違うガイルですからね、またさあこれは金子ガイルがかなり手堅い状態から最初はスタート、ま、前そば体育いいですね、裏切らない、見ている、あこれはね、あーやばいぞ、崩れる、ガードしている、あの辺の硬さが金子の類ですね、うん、今のボッタジュ、うわー刺す、あ、クラウンさんいるじゃん、最後やってもらおう、あ、やばい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 、これユリッチ強いのやっぱり、やっぱ強いっすね、あ、おいしい、あれはあの必ず飛び道具が優先されるんで、あ、それで、あ、しかし死んだか、しかしガードしている、ガードしている、いやーこれやばい、あ、おお本当に運がいいじゃあ俺行きますわ、みんなだらしないね、ちょっとユリッチが強い、あとさあ開幕ですね、下がり飛行剣が本当に強いですね、そしてここ数年で発見されたオーラパンチ対空が、さあこれは端っこに投げたらダメなやつ、あいいで、運がいいしか言ってないよ、これ強いんじゃねえか本当に、あー隙間に刺さる転生を手な限り、いやオーラは安いか、対空オーラパンチがですねフェイロンに急上対空になるっぽいんですよね、さあ始まるよ、引き付け当たり合い、拾えず、あっ、あ、まあ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 、あそこは中盤まで押しといてもガードができるらしい、フェイロンならでは、あっ、あっぶんね、さあ、おっと、さっきから灼熱食らいながら劣化剣出してきますね、さあこれは中だった、あっ、あー下手くそー、おいなんとか、なんとかなった火で一勝、これは厳しい、
まあフェイロンじゃないかな。ユニッチはですね、キャラかぶせに妥協がありませんので、まあといっても戦で有利とは思いますが、他に使えるキャラがチュンリーとバイソンなので、さあここは燃やしていく、やばい死んだやつ。さあこれはユニッチ気持ちいい。さあ一回の飛びでやばいぞ、炸裂にさっきから劣化剣が刺さりまくる。あー死んだー、強いね。あ、ごめんなさい。さあ、ニカさん、ホンダ？さあ、悩んでいる。さあ、ニカさんといえばやっぱり黄色いバイソン。さあ、バイソン戦はやってるのと目で訴えていく。うわ、遅らせ見ている。うわあー投げ返して、さあこれでもう何1ドットだが入る。これはあこれはレンガになってしまう。さあユリチヘイロンが強えぞ。さあディレイディレイでグランドを前歩いた瞬間に打つと強いんですが、あー運が悪い。これは遅らせ中盤グランドでフィニッシュ。これにユリチさんも納得。最大限に遅らせたディレイから撫でて打ち身がない。撫で返しを展開、やばいぞやばいぞ、撫でて、あはは何もできず。さあここで最後に倉橋さんが登場。さあユリッチさんは果たしてこういう形式で完全に勝ち越したっていうのは、うわやばいやばいやばい、大大竜巻はしっかりと2回ガードしてから支援。あれは空ぐらい狙いだったっぽいですね。なるほど、いや強いよ。ダイヤしか置いてあって、さあフェイロン戦はうまいですね。さあアルティガードがしっかりしている。うわ大抵が置いてある。リュウもできるんだ、危ねえ。うわー昇竜拳、ここで昇竜。さあさあ今のタクワシ、うわー刺していく、ペル、うまい。しかもシャガ中継がちょっと出た瞬間だから受け身が取りづらい。うわーマジか、やばい、超強かった。ユレチさんやっぱ強いっすね。つまんなかったっすね。これマイリスト、マイリスト、これマイリスト皆さんちょっとユリッチさんに謝ってください。すいませんでしたって2連勝もいないからね。そうっすね、確かにあまりにも強かったユリッチ、いやすごかったっすね。これはね一人で確かにあの名古屋に遠征するだけありますね。あ一人で行ったんすか名古屋に。ということで、はい、イベント終わり。じゃあ、ね、もう皆さんあの好きなキャラで入っててください。さあリベンジしていいっすよ、リベンジ。
鈴木さんが真っ先に来たがってる。いやーなんだこれ。鈴木、日本の心を忘れずにですね。まあちょうど相撲もやってますし、あユリッチーの名言、まあ、いっぱいあるんですけど、はいはい、あの昔ミクシーやってた時に、はい、ニーヤーさんとかあのもう10年来の付き合いなのに、はい、マイミクじゃなかったらしいんですよ。で話を聞いたら本田つかいとはマイミクにならないっていう。本当小物っぷりがいいですよね。彼にこそ小物道出てもらいたい。なるほど。さあいいのが入る。ていうか減りすぎ。あ食うぐらいしてる。さあサービス頭突きだったが、いやーこれは美味しい。おー、あーこれはあれ思うんですけど、ホンダのマイチューパントビかな、あれジャックパン、あジャックパンか、あれジャックタン、ジャックパントビってしゃがみであえてすかすっていう選択肢もありだと思うんですよ。あえてっていうかそれ一択だから。まあそうなんですけどね。しゃがんで投げる確定です。でもかくんないキャラがいる。うんうん、うわーやばいよ、どっこい。支援出れた。さあユリッチのこの顔が見たかったんですけどね。へい、あいいっすよ、まだいいっすよ。ユリッチは本田を憎んでいると。ん？ホンダをちゃんと憎んでいる。ああ、ね、ちゃんとかぶせキャラ持ってるという。はいはい、そこですね。さあユリッチ龍が初登場。これねめんどくさかった、飛んでくる。おお、ああ、でもそうですね、前飛び混ぜられるとめんどくさいですね。めんどくさいんですよ、踏んでしまう。ああ、これ難しいやつ。おいちょしっかり、さあこれは美味しい。あ、いい3段。あーお、たまんなかった。あーこれやばいよ、あるよ。あーさすがに今日パンだったらたまったかも。あ、本田が見てたのか。ユリッチやっぱ何でも使いますね。うん、あ、いい3段。あ、よ、あー繋が、え、どっから繋がった。さあ、ニッカさんがもう一回行く。ニカ、ニカ DJ か、ニカ DJ。 さあ、キャラは激強の黄色、受け身がないが、さあ、じゃ、これはしっかりガード。おー、昇竜で暴れる。投げて、あーっとあったあったあった、あーあ、これはやばいやばい。あーあ、おー、なるほど。しゃがみあるか、立ちダイバーの2発目からのスライディングか。あい、おっとっとと、もう一回投げ、昇竜割り込む。さあめんどくさいぞこれは。さあ必要にめくりに行く、これが DJ。 ガードが硬いぞ。ファイヤー当たって、これは難しいやつかな。さあ、エアクラの発生が早い。おっとっと、あーやばい、もう一丁撫でる、打ち身がない。うわー、いって、いやー、うまいな攻めが。
うわスライディングが入る。バイソン。さあユリチさんバイソンね、ムラサジバイソンよく使ってますね。さあめくりから、いやーピオル。シャガ中継とグランド相打ちかな。あーやばい、あ表なんでピオル。はいはいはい、あ5ジャック。さあ配信を見ている皆さん、ユリッチさんがなかなかいい顔しております。さあチュンリーで入るが、先ほど僕のチュンリーとニカさん結構やったので、まあどういう風になるか。まあまずはゲージ作るところからなんですけれども、チュンリー側はやはりあのニカさんは連チャン、うわーなーいって同じ返し、どっち、シャガ中継が強いが相打ち、 DJ が1トットあるのか、チュンリーがノーデージ、あはははなるほど運がいい。さあいい飛び、さあここは切り返して、さあスピニングバードに対してのお返しはやっぱりしゃがみダイパンが結構まあ一般的ではあるんですが、ハジさんの DJ はあそこに大ジャックナイフを入れてくるというなかなかすごいことをしてくるので、うわーこれはおああ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 あすごい。おいチュンリー、どうキャラ一回だけやろっかな。まだ2回目いってない人、いやーユニッチっぽいな、すごい強い。コンボをミスったらいけないということですよ。火で死んだか。ね。火で。チャンディー同キャラにが良いことに定評があります。このキャラ汚くねえとか言ってきますからね。うわあああ、ダムサラダムサラユリッチ、ヒデ君これはねさすがに負けたらあかんよ。うわあ、さあヒデさんボタン押してないよ今。いや押してるからどっちか分かんなかった。さあ金子、金子リベンジ。さあまあ金子さんチュンリー戦超やってるからね、さすがに。さあユリッチはねガイルも、ガイル戦もあんま得意ではないっぽいんですけど、はいはい、ガイルもさすがに上手ですね。うん、実際これちゃんとしてますよね。んちゃんとしてる。うん、そうですね、ダメとか全然ないですね。んうん、あのコパンからぶっても全然ダメですね全然ダメですそうですね、中盤でした。どうせまあ中盤だったらまだ後続が、しかしあああ運がいい運がいい、運返しを金子がしていく。おー運がいい、
いやあれね、落ちるんですけど2回食らってアイスですからね。うん、あ、やばいやばいやばい、ガムサラガムサラガムサラ、やばいガムサラ来た。いやでも闘魂さんの方がね、遠くで中パン振るからね。はいはいはい、あれマジ見苦しい。やばいよ。あ、なぜか前あるマジ運がいいこれも運がいいね。最後ソバットっぽいっすね、前出てたもんな。はいはいはい、裏切らない、うち円柱パン強えやろ。強え。さあこれはめくりにガードしっかり。さっき金子ガエル2回めくりやった、2回めくりが当たって2回ともコンボ失敗しましたからね。はいはいはい、あれちょっと悔いが残る漫画としている。あ、やばいやばい、うわあの中パン強えんだよな。やばい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 、あー金子シス、まあこんなもんかと。しゃべるしゃべるさあこれをマイクで拾いたかったっすね。そうですね、今の拾いたかったっすね。これがいいんですよ、これをあのヘイで知らない人にたまにやってるらしいんで。はいはいはい、やばいですねこれ敵になるわみたいな。やばいっすね。さあデレロー竜ですね。はい、これはさあデレローファイヤーやっと当てる。あーまあしょうがない、それはいかん。中足波動が勝利にバチちゃいましたね。さあウリッチチンリーな、はい、なかなかいいっすよねやっぱ。あーそうっすね、普通のチュンリーだもんこれ。いい位置で飛んでる。あー受け身がない、いい連携。あーやばいやばいやばい。さあとりあえずガムチャラで適当に殺すことだけを考えてる。まあ食うぐらいですね。拾われる、拾われますね。さあまあもうなんかやめる流れっすね。まあそうっすね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ユニッチさんありがとうございました。ありがとうございました。マジでよかった。普通に強くて困っちゃいましたね。まあ、ということで、とりあえず、はい、今日のイベントここまでとさせていただきます。はい、みんな深い入っちゃったからね。あー、ごめんなさい。じゃあ遊びましょう。のじあいのじあい。
Fight!
Thank you.
配信内はスカイベガが9連勝中、
Sorry.
Oh, 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 oh
今日はちょっと早めですが、この試合をラストとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。X ゲーマーズこんばんは。マリーさんもありがとう。今日はねイベントすぐ終わっちゃったんですけども、リッチフェイ、リッチバイソンがヒデチュンリーにいじめられる図式ですね。さあここからですよ。ゲージがあったら本当に全然あります。ごめんね、今日はここでストップいたします。お視聴ありがとうございました。また火曜日。